そもそもの自己評価自体がずっと低いっていうか、いらっしゃるよね、はい、うん、その、まあ、自己評価だったり、うん、自己肯定感の高め方、うん、高すぎてもダメだと思うんです、うんうんうん、そこのなんかコツみたいなのってありますか？コツはまず生きてるだけで丸儲けっていう明石家さんまさんの精神に習った方がいいですよ、まず。なるほど。すごいなんか分かりやすいんだよね、うん、なんかもう人間裸で生まれてるんやから、うん、もうパンツ一丁でも成功しとんねんと。なるほど。そうだから、その考え方でいい、生きてるだけでね、あなた偉いんですよ今、うん、生きしてるだけでも尊い。動物って何のために生まれてきてるのかよう分からへんのよな、うん、食うか食われるかの世界で動物は生きてるわけで、人間ってたまたま知能があるからなんとなくそういうことを回避してるんだけど、実際野生の中にいて同じでしょ、うん、だから結局防衛本能の中で生きなきゃいけないから人と比べるんだよね、はいはいはい、そう。でも今おかげさまで人間はあんまりそれをせんでいい立場にいるわけよ、うん、だから人と比べるから自分が劣ってるように感じて落ち込んでくるじゃん、うん、もういろんなことを人と比べる要素あるんだけど、はい、しょうもない。もう結果自分が楽しいかどうかで、生きてるだけでもう偉いんやから、みんなネガティブになる必要がない。なるほど。あとはよく言われるんだけど、そんなにみんな自分に興味を持ってくれてない。あ、うん、もっとやりたいことやっていくよ、それを言うんだったらさ、うん、やって失敗した方が潔くない？なるほど。やる前からネガティブになったらマイナスしか引き寄せない。プラスに考えて失敗したことに対しては人はね、手を差し伸べてくれるんよね。なるほど。そうだから、そこはね、楽しくやった方が結果同じ失敗でも得意しますよっていう結果なんで。なるほど。はい、絶対、はい、失敗は別にたくさんしたいんよ、そんなのは。なるほど。失敗は取り戻せるし、うん、失敗するから成功って多分あるんでしょ、うん、だから後悔っていうのはやらずして終わる方が絶対後で多分取り返しつかないから。なるほどなるほど。失敗するだけ、そのなぜしたのかっていうそのデータがあるだけいいじゃん。なんか失敗なんか別に無限にしたっていいじゃん、うん、落ち込むことは誰にもあるから、その落ち込まないでねっていうことは言わへんけども、ポジティブに考えた方がいい人や幸せに寄ってきますよ、うん、多分ね。